俺の名前は鬼頭ジョージ。これ飲んでいいからね。う、何を言っている少年。パンチ効いているわ。バケツに大便をする子供に驚く気色ハンターだ。今回の行き先はお隣の国韓国。実は国土の 70% を産地が占めているのだ。そして現地に到着した俺は今回の旅のパートナーと落ち合った。ジョージちゃん、おひさ。アリス、なぜチマチョゴリ姿なのだ。この女の名前はアリス。だってジョージちゃんと会うと観光とか皆無なんだもん。自称奇襲ラバー、生物学上は男だ。着替えてくるのだ。それでは動きづらい。はーい、見てもらえただけで満足。今回俺たちが韓国に来たわけだが、それはつい4時間前、突然アリスから電話が来た。ねえジョージちゃん、今から韓国来ない？アリスよ、近所に呼び出すかのように海外に呼び出すんじゃない。うんちを使ったお酒が韓国にあるらしいんだけど、どうかなと思って。無論知ってはいるが、なかなか入手できんものだ。それが私のつてで入手できるの。おい田中、今すぐ韓国行きのチケットを取れ。ぎょい。俺は2つ返事で韓国へと飛んだ。そして韓国の市場を歩いている。アリス、お前もだいぶネジが外れてきたな。ジョージちゃんといると話のネタができるし、ちょうど韓国でメンテナンス中だったからね。ちょっと待って。するとアリスが何かを発見する。見てジョージちゃん、タコの踊り食いだって。だからなんだというのだ、早く目的地へ連れて行け。食べてみたいよ、テレビでよく見るやつ。うん、アリスに誘われたこともあるし、食文化という点で俺はしぶしぶと店に入る。席に着き待つこと数分。はい、どうぞ。わお、その料理は運ばれてきた。もうそのまんまね。一匹脱走してるぞ。皿の上には水槽から出して持ってきただけのタコ。こんなもの序の口だな、これくらいつるっと言ってやろう。楽しみ。夏バテ気味の胃を呼び起こすと考えればちょうどいい相手かもしれん。しかし、うぅ、抵抗するな、タコよ。息がいいし、ぬべぬべする。新鮮さゆえ手で掴んでいるのもやっと。その時だった。やだ。タコはアリスの谷前とダイブする。やあ。一体お前は何をしている。元気よすぎ。タコも運命に抗っているのだな。その吸い付きは凄まじいものがある。こうなれば俺は強引に頭から行く。命への感謝とともに、いただきオクトパース。何もつけないの？俺は頭から、アリスは足から思いっきり食らいついた。頭から行ったのは明らかなるミスだった。諦めろ、悪いタコよ。8本の足が全て俺の顔面に張り付く。しばらく格闘を繰り返し、なぜ切って出さんのだ。ぬるぬるする。強引に飲み込むことでタコを平らげる。すると見ていた店主が頼んでもない食材を運んできた。あんたら日本の人か、観光ならこんなのもあるから食ってみるか。むん、なんなのこれ、泥団子。ほう、アメフラシか。日本ではなかなかお目にかかれない食材だ。すると店主がいきなり、こいつは生態も面白いんだ。アメフラシに包丁を突き立てた。うおー、なにこれ。その瞬間、紫色の液体が激しく飛び散ったのだ。なんかぶっかけられたわ。観光客がこんなことで喜ぶのか。すごいだろう。刺激を与えるとこんな風に紫汁を飛ばして雨を降らすように撒き散らかすから、アメフラシって呼ばれるんだ。アメフラシは巻貝の一種だ。見た目がひどい。食欲をこの上なく減衰させる。隣の国なのにここまで食文化が違うとは。だが気色に背を向けるなど俺のポリシーが許さない。店主、こいつも注文しよう。食わせてくれ。今調理するな。さあアメフラシを手合わせ願おうか。そして調理後、店主が料理を運んでくる。お待ちだ、茹でといたぞ。え、そういうことか。パッと見犬のうんこだな。もう少しいい例えないの。茹でただけでは見た目は何も変わっていない。だが注文した以上、食べる以外の選択肢など俺にはない。いただきフラッシュ。茹でただけ。感謝の意を込めそれにかぶりつく。
味の方はというと、歯ごたえはあるがとてつもなく磯臭いな。噛めば噛むほど内臓の汁が出てくる。食感も絶妙に不愉快で、お世辞にもうまいとは言えなかった。こうして2つの気色を堪能し、俺たちがたどり着いたのは田舎の外れにある研究施設。ここ知り合いの友達の息子さんがここで働いてるらしいの。アリス、それは他人だ。しかしこんな施設で研究しているとはな。中に入ると白衣を着た医師ヘジンが迎えてくれた。ようこそアリスさん、お話は聞いています。急なお願いなのにありがとね。やだ、韓国イケメン、さらに医者という高スペック。するとヘジンは早速俺たちを最後の部屋へと案内する。こちらへどうぞ。二重扉とはかなり厳重に保管されているな。すぐにある壺の前で立ち止まる。ここに例のものが入ってます。ほう、初めてお目にかかれるんだな。そんなに貴重なものなの？俺の胸は期待に高鳴る。しかし何とも言えん異様な壺だ。そして蓋を開ける前にヘジンは忠告をした。それじゃあ本当に開けますよ、気を強く持ってくださいね。案ずるな、俺も相当修羅場をくぐっている。うんちでしょ？でも何のうんちなんだろう。そしてヘジンが壺を開けた瞬間、これが幻の人糞臭トンスルです。ぐーん、うんこ臭そのままって人糞って言った。鼻をつんざくような激臭に見舞われ、思わず体がのけぞる。アリスはまさか人糞だとは思ってなかったよう。人糞なんて嘘でしょ、人のうんちってこと。アホみたいな質問をするな、書いて字の通りだ。わかりやすいようにビーカーに移しますね。トンスルは糞酒と書き、まさに人間の糞を原料にして作られた酒だ。私さすがにこれは無理かも。ヘジンはそれをおもむろにグラスへと注ぎ始める。世界中のどこに行ってもなかなか飲めない酒です、特別にどうぞ。その色は赤茶色で無数の浮遊物が見て取れる。ジョージちゃん、この黒い粒は、なかなかの抵抗感よ。聞くとこのトンスルという酒は1960年代を最後に韓国での製造はほぼされなくなったという。いつにも増して芳醇だ。今回の出来は特別にいい。しかし一部の研究家や愛好家の間でその作り方が受け継がれているらしいのだ。またその起源は漢方薬であり。ダメだ、傷が全く良くならん。大丈夫だ、トンスル飲めば治るよじいさん。いやじゃの。特に貧しい農村部では高価な生薬の代わりに怪我や感染症によく効く薬として愛飲されていたらしい。さあ3人で乾杯しましょう。ヘジン、腹をくくれアリス。これまでもうんこに近いものは何度か口にしている。しかし今回は正真正銘のうんこだ。しかも同じ人間のもの、おっさんのうんこじゃないだろうな。俺は全力で拒絶反応を抑え込む。無理なら飲まなくても。舐められては困る、俺は気色ハンター、飲む以外の選択肢はない。案ずることはない、このトンスルにも愛される理由が必ずあるはずだ。見た目や匂いで毛嫌いしてはならん。アリス行くぞ。確かにジョージちゃんがそう言うなら死なばもろともね。感化されアリスも腹を決めたようだ。気合一閃、俺たちはグラスを持つ手に力を込める。いただきトンスルー、もっけすむにだ。そして一気に幻の人糞臭トンスルを流し込んだ。するとまず感じたのは意外にも悪くない味わい。おお、ほんのり甘くて駄菓子の味に近いものがある。ほんと高級ブランデーのようね。先入観を取り除けばただのうまい酒ですよ。子供の時に飲んだ風邪薬のシロップのような感じだ。しかしそれもつかの間、やっぱりくそーい、下にうんこすり込まれた感覚。すぐに奴は本領を発揮、強烈な粉臭が食道をコーティングする。しかし外国人でこれを飲み干すのは珍しかったらしく。美味しいですよね、もう一杯どうぞ。うおー、若造め、一体何を見ている。おかわり粉臭を食らう。しかしお残しなどありえんのだ。次飲んだらリバースする自信あるわ。俺は2杯目を一瞬で飲み干す。
それを見てヘジンが提案する。そうだ、ちょうど新しいトンスルに使う人糞を採取するから見学に来ますか。人糞を採取だと？あまりにも得意な提案に俺は一瞬理解が追いつかなかった。しかしヘジンに連れられ俺たちは庭へとやってくると、いつも便を提供してくれている近所に住むドヨン君です。こんちゃ。おお、君がトンスルを。そこにいたのはまだ年端もいかない少年。彼の家族もトンスル愛好家でね、製造に協力してくれてます。そうなのか。聞けば良質なトンスルを作るには6歳から7歳前後の子供の便が必須だという。ということはさっき私たちが飲んだのも。そういうことだな。おっさんでないだけ良かったのか。するとドヨン君がおもむろにズボンを下ろした。あ、いいかな先生、出る。はいはい。これを見学する意味はあるのか。これを乾燥させてお酒と混ぜて熟成させる。うちは古くからの製造方法をとってます。なかなかのインパクトだ。3から4ヶ月ほど熟成させると良好なトンスルができるらしい。味見だけでなく、まさか製造工程まで見せてもらえるとはある意味幸運だ。飲み頃になったら2人に送りましょうか。いらん。私も大丈夫。でもありがとう。俺たちは感謝を伝えその場を後にした。今回も気色を通じてとんでもない異文化を体験できた。まだ歯の間に奴が残っている気がする。うんちのお酒を飲んだなんてもう誰もチューしてくれなくなっちゃう。隣国だからといって舐めてはならんな。まだまだ知らない未知の食文化があるんだから。今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。